私この緒方公案に関してはこの緊急事態宣言の中で3ヶ月ずっとこの緒方公案の本とか資料読みまくって、でこれに没頭して作った本邦初演でございます。ウイルスと人間の戦いは実は紀元前から始まっております。古代エジプトのミイラ、ラムセス5世にその痕跡が、天然痘の痕跡があり、以後世界中の人々を苦しめてきました。日本に入ってきたのは6世紀の中頃だと言われております。江戸時代になって15人のご将軍がいらっしゃいますが、その中の6人が天然痘にかかったと言われております。私の持ちネタの春日の局も幼い時に天然痘になって、そういうくだりがございます。 WHO が今から約30年前の1980年に根絶を宣言いたしました。人類が唯一克服できた感染症がこの天然痘だと言われてるんです。しかし江戸時代までは子供が生まれても天然痘にかかっていなければ数には数えないと言われるほど恐れられておりまして、たとえ生き残っても顔や体にあばたが残ると言われておりました。その天然痘のワクチンである種痘を全国に広めたのが江戸後期の蘭学医緒方公案でございます。緒方公案は文化7年西暦1810年備中の国足盛藩、現在の岡山市北区足盛に藩士の三男として生まれました。数え年8歳の時に兄とともに天然痘にかかり、幸いに2人とも軽症で助かりましたが、その時父親が、ああよかった、これで天然痘は済んだぞという言葉が耳に残ります。天然痘は一度かかったらなぜ二度とかからないんだろうと不思議に思います。さらに13歳の時には九州から始まったコレラが国中に大流行、ここ備中の国でも大勢の死者が出ました。3日でコロリッと死んでしまうところから3日コロリと恐れられる流行り病で人がバタバタと死んでいく悲惨な状況を目の当たりにして公安は、自分は医者になって大勢の人々の命を救いたいと思うようになりました。16歳で元服、父親の勤める大阪の足盛藩の蔵屋敷で文武に励んでおりましたが、父上、私は生まれつき体が弱く、武士の道に進むよりは医者になって人々の役に立ちたいと思いますと置き手紙を残し、すぐ近くの蘭学塾に入ります。蘭学とはオランダ語で学ぶ西洋の学問で、この頃の蘭学塾は蘭学と医学の塾を兼ねておりました。公安はここから師匠を3人持っております。最初4年大阪、次から江戸、次に4年2年3人の師匠を持っております。自分の意思で3人の師匠を持ったのではなく、それぞれの師匠が公安の才能と人柄を見込んで次々と紹介してくれたのでございます。まさに公安という人は1を聞いて10を知る、10を聞いて100を知る、100を聞いて千万億を知る、奥の隣は台所。これは私のうちの間取りでございます。師匠のうちにある蘭書という蘭書は全て読み尽くし、西洋医学における病のことやその治し方、薬の処方や製法まで10年の間に学び尽くしてしまいます。最後の師匠宇田川源信はあの解体新書を表した杉田玄白の孫弟子にあたる江戸蘭学会の大御所でございました。その宇田川源信からは、私が長年研究してきた病理学書を何としても君の手で完成させてほしいと
遺言を残されてしまいます。義理がたい公案ですから、それを成し遂げるには最新の西洋医学を学ぶ必要があると、長崎に2年の留学、帰国途中で実家の足盛藩に立ち寄って老いと姪に人痘手刀を施します。これは天然痘にかかって助かった子供のかさぶたを粉にして、まだかかっていない子供に植えて抗体を作るのですが、発病して死ぬこともあります。幸い老いと姪はなんとか命を取り留めることができました。この2年にわたる長崎留学の費用を出してくれたのは、最初の大阪の蘭学塾で一緒に学んだ先輩で、摂津の国ナジオ、兵庫県西宮市の医師奥川百鬼という人。百鬼は緒方洪庵の才能を見込んで、長女八重の婿りと考えておりました。どうか洪庵殿、我が娘をよろしゅうお願いします。はい、ですが私はこれから蘭学塾を開く予定です。それからでもよろしいですか。はい、その費用も少しは私が出しましょう。この百鬼は医師であると同時に薬の製造販売も手掛けておりましたので、援助は惜しまず、この後も公安を支えてまいります。かくして29歳の春、公安は大阪千葉河原町に蘭学塾適適祭塾を開きます。適適祭というのは緒方洪庵の号、わかりますね。洪庵の号でございまして、中国の宗師の中の自らその敵を敵とするから取ったと言われております。全くわからないようですね。敵は敵味方の敵ではなくって、敵するという意味、心にかなうという意味なんだそうでございます。つまり他人に振り回されずに自分をしっかり持つというような意味でございました。敵敵祭塾がやがて敵塾になってゆきました。洪庵殿、これがうちの娘の八重ですと言われて、百鬼の隣で頭を下げている一回り年下の八重17歳を見て、洪庵はびっくり。おんのんの小町かてるて姫、見るもろこしの陽気比較玄菩薩の再来か、静か御前に今朝御前、はたまた神田くれないか。私ね、これ言わないと眠れなくなってるんです今。で、本当は野村冒頭人の時もやりたかったんですけど、一回じゃなきゃまずいなと思ってやっとやれて、今日はぐっすり眠れます。八重は洪庵と同じく和歌をたしなみ、気品があって小柄で可愛いこと、一目惚れでございました。八重さん、私はこれから敵塾で若い人たちに最新の西洋医学を教え、貧富の差なく人々を病から救いたいのです。手伝ってくれますね。はい、父が見込んだお方だす。必ず日本一のお医者さんになっておくれやす。さあ、それからというもの、八重は5、60人の塾生のために女中とともに食事の支度、炊事洗濯針仕事、ご近所の町人商人御家人とも愛想よく付き合い、実家の両親や兄弟にも気を配って、お盆の上に乗せた豆のようにくる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 よく働いておりました。やがて洪庵との間に女の子が誕生するや、これを皮切りに1、2年おきに次々とポンおぎゃ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 、わかりますね。このポンというのは生まれ出た瞬間の音でございます。なんと7男6女13人の子供が生まれます。ですから八重は常に血のみ子を数人抱えながら敵塾の母親役もこなしていたのですから、まさにビッグダディならぬビッグマミー。
7年後、塾生が増えて手狭になった敵塾は北浜の箇所町に大きな家を買って移転。値段は500両、今のお金で約3500万円、すべてが借金でございました。この借金返済のため、また100人近くに増えた敵塾の運営のために、公安は正月の元旦以外は休むことなく、昼はカゴに乗って往診に毎日出かけ、夜は毎晩机の前に座ってまずカルテを書き、遅くまで蘭書の研究翻訳に努め、合間を見て塾生を教えました。一体先生はいつ寝てるんじゃろかと塾生たちはみんな不思議がっております。さて敵塾の授業はと申しますと、先輩が後輩を教えていくシステムで、能力の程度に応じて9クラスに分けられております。9級、8級、7級、6級と分けられて、それぞれ1クラスが10人から15人、そのクラスで、実力を競い合います。なんと月に6回も試験がある。でその試験の中で勝ち残った人が上のクラスに行けるんです。で上のクラスで落ちこぼれた人が下のクラスに落ちていく。そこには武士も町人もなく、徹底的な実力主義の世界で、貧乏しながら切磋琢磨していくうちに、いつの間にか蘭学が身についております。トップになると塾頭と呼ばれ、入塾者から少しお金ももらえるようになって、生活も楽になってまいります。どのくらいの人が覚えてるかなと思う。時は嘉永2年、弘安40歳の春、最後の師匠宇田川源信の遺言だった病学通論がやっと出版されました。この頃塾頭になった大村益次郎が奥の間の襖をそーっと開けて入ってまいります。大村益次郎は後に維新十傑の一人と言われ、日本陸軍の創始者となる長州藩士でございます。メースおめでとうございます。病学通論がとうとう出版されたそうですね。このメースというのはオスメスのメースではなく、オランダ語でメーステル、英語でマスター、先生という意味でございます。ありがとう、やっと源信先生の恩に報いることができましたよ。はい、これを読めば病理のことはよくわかります。先生さすがです。ですがメース、このところ休みもせずに一体何を書いておられるのですか。は、次はね、具体的な病の治療法や薬のことが書いてあるドイツのフーフェラントという人の著書を訳しているのだがね、この中に主刀のことが書いてあってね、これが実に興味深い。そうだ、今度の敵塾の講義はこの新しき治療法について話そう。はい、かしこまりました。いつも物静かで寡黙な先生が饒舌になるのは決まって天然痘の話題でございました。そして今公安が必死で取り組んでいるのは、ドイツ人の医師フーフェラントが50年にわたる内科医としての経験から書いた病気とその治療法で、これを風刺経験遺訓として世に出すことでございました。やがて敵塾を開いて10年が過ぎようとした頃、またまた天然痘が巷に大流行。敵塾の1階の薬部屋は診察を待つ患者であふれかえっております。塾生が診察をしております。メース、高麗橋の麻原屋のおばあちゃんがどうしてもメースじゃなくちゃダメだ、お会いしたいと言っておりますが。そう、ではお通しして。はい。やがて2歳の孫を連れたおばあちゃんがやってきて、先生、うちでは孫がもう3人も天然痘で死んでしまいましたんや、どうかこの通りや、この子だけでも天然痘にかからんようにしておくれやす、何でもしますさかい、この通りと頭を床にすりつけます。あ、
おばあちゃん、わかりました、わかりました。手刀という方法があるんですが。手刀、あのカツオの塩辛でしょ。いや、その手刀ではなくてね、種の刀と書いてな、刀というのは山いだれに豆、おできのことだよ。天然痘のおできのかさぶたを人の体に植え付けることを手刀と言うんです。そないなことしたら天然痘にかかってしまうんや、おまへんか。あ、そう、一旦軽くかからせるんです。で、かかるとな、体に抗体いうものができる。その抗体が働いて天然痘を弾き飛ばしてくれるんじゃよ。へえ、抗体で天然痘を抗体しろでか。おもろいな。それ孫にはよしてやっておくんな、あれ。はよしてくれ言うても、その天然痘の種がなかなか手に入らんのじゃ。それに抗体ができなければ天然痘にかかって死んでしまうこともある。そりゃあかん。もっとちゃんとしたんのないのんかいな。ある。牛刀手刀法というのがな。ここでそばにいた塾刀の大村益次郎が一膝進み出てまいりました。メース、それはジェンナーの牛刀手刀法のことでございますね。乳搾りの女が自分は牛刀にかかったのでもう天然痘にはかからないと言ったことからヒントを得て牛刀のワクチンを作ったという。ワクチンの語源はメス牛という意味のラテン語ワッカ、ワッカからでワクチン。その通り、牛刀からワクチンだよ。おばあさんが口を挟みました。え、牛刀、あの牛をさばく刀でか。それでバクチン、バクチを打つのんか。二人は大笑いをしてしまいます。おばあちゃん、牛刀というのは牛の天然痘の種のことだ。牛も天然痘にかかるのだよ。そのかさぶた、牛刀を子供の体に植え付けるんじゃよ。いやあ、そりゃやめとくな、あれ。孫が牛になってしまいますわ。いや、人は牛などにはならんぞ。いや、もう先生、もうもう牛やのうて人のでお願いしますわ。人のでこの通りやさかいなあ、先生。この頃牛刀はまだ日本にはなかったので、仕方なく公安はおばあちゃんの言うように人痘手刀法を施します。天然痘のかさぶたの粉を鼻から吹き込むやり方でございましたが、その2歳の子は天然痘を発症して高熱が続き、残念ながら亡くなってしまいました。公安はがっくりと肩を落とします。ああ、やっぱり人痘手刀法は危険が伴う。今訳している風刺経験遺訓の中に牛刀手刀法は社会に役立つ素晴らしい方法だと書いてある。ああ、どこかで牛刀が手に入らないかな。牛刀、牛刀、牛刀。求めよさらば与えられん。その牛刀のかさぶたが佐賀藩の依頼でインドネシアのジャカルタから長崎に着いた。そのかさぶたが植え継がれて今京都にいくつかあるという知らせが飛び込んでまいりました。大村君、大変や。ちょっと京都に出かけてくる。メス、いよいよ牛刀ですか。あ、そうだ、必ずや一ついただいてくるから、君は大和屋喜兵衛さんに頼んで大至急手刀所もどこかに用意してくれるように。はい、承知いたしました。西洋薬の商人大和屋喜兵衛は元より尾形公安の信奉者で、この知らせを聞いて大喜びをいたします。日本一の公安先生のためなら、たとえ火の中水の中、雨が降ろうが槍が降ろうが、地獄の底までついていか。早速用意させてもらいます。すぐに古手町に一軒家を借りて手刀所、助刀館が出来上がりました。
京都にあるかさぶたは実は福井藩へ届ける途中で数人の子供に植えたものでしたが、公安の真剣な訴えに、ほな福井藩にはかさぶたの植え付けの種が万が一途絶えた時のために大阪に分け与えたとお届けを出しましょう。あ、ありがとうございます。で、できましたら植え付けの仕方も教えていただきたいのでございます。先生、大阪までおいでくださるわけには参りますまいか。公安、この通りお願い申し上げます。かくしてこの年の11月7日、京都の医師も福井藩の医師も大阪へやってきて、8人の子供たちに牛痘の種を順々に植え付けて行きます。公安もこの時初めて牛痘の植え付けを経験したのでございます。ペン先のような手刀針で子供の上腕に 4,5 箇所ツッ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 とついて、かさぶたの粉を溶液とともに植え込みます。その子供たち8人のうち1人は公安の息子でしたが、5人は町奉行所や与力の子供たち。敵塾の書生が悪さをした時に何かとおめこぼしをいただいている役人さんたちで、日頃熱心に往診をしてくれる公安先生のためならばと我が子を差し出してくれたのでございます。公安は涙を流して喜びます。皆さん、本日は本当にありがとうございました。この死闘のお代は貧しい人からは一切いただきません。払える人からは志次第ということで頂戴をいたします。また今後この事業は決してお金儲けにはしないという戒めをここに書き記しました。皆様、そのつもりで今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。その4日後、死闘を受けた子どもたち8人は全員ワクチンに反応しており、大成功。かくして牛痘の種は7日ごとに人から人へ植え継がれていきます。途中で子供がいなくなりそうな時もありましたが、その時は公安が自腹を切って菓子などを買い求め、それを景品として子供をつなぎ止めていきました。なあ、うちの子あそこで種植えてもろたら天然痘にかからんで済んだで。うちはかかったけど肥料ならんで済んだ。牛にはならへん。なんのは馬と象や。何？うまくいく象。これは私の作ったところでございます。噂は噂を呼んで、故郷の足盛藩をはじめとして近畿、中国、四国、西日本に広がって、死闘所は170箇所以上に達したのでございます。年ごとにおいそう延べの小松原、千代に茂れと上も重ねん。八重さんは13人の子供を産んでおりますが、そのうち4人を亡くしました。しかし残りの9人は皆この牛痘死闘法を済ませたのは言うまでもありません。公安が46歳の時、福沢諭吉が敵塾に入門し内塾生となります。猛勉強の末あっという間に塾頭になり、公安も心から尊敬いたします。諭吉の書いた福王辞典には公安のことをこう書いております。先生の平生温厚徳実、客に接するにも門生を率いるにも順々として応対うまず。ほとんどわからなかったようでございます。順々としてというのは分かりやすく何回も繰り返して応対うまず、飽きることがなかった、まことに類まれなる高徳の君子なりと書いてあります。酒はほとんど飲まず、料理屋に行くことも芸者遊びをすることもなく、公安の楽しみは弟子を育てることと気の合った人と議論をすることだけでございました。公安は自分の3人の師匠のことも大事にいたしましたが、
弟子のことも大切にいたしました。このあたり私の弟子にしっかり教えたいと思います。師弟の関わりは生涯除くべからず、大切のことと存じ候と言い、門弟への手紙の最後には必ず道のため人のために努力をするようにと励ましております。弘安48歳、いよいよ代表的著書風刺経験遺訓はこの年最初の3巻から出版が始まりました。その巻末に風刺遺戒の略として医師の義務を12か条にまとめたものが特に有名でございます。塾生たちも毎日これを大声で読んでおりました。第1条、己を捨てて人を救わんことを恋願うべし。安逸を思わず名利を顧みず、ただ己を捨てて人を救わんことを願うべし。第2条、貴賤貧富を顧みることなかれ。描写に対してはただ描写を見るべし、貴賤貧富を顧みることなかれに始まる十二か条の教えは弘安の医師としての考えそのものでございました。その翌年49歳の春、弘安の念願だった大阪女刀館の首刀事業に官許が降りる、つまり幕府に天下の首刀所として認められたのでございます。江戸のお玉ヶ池の首刀所に官許が降りたのはその2年後のこと、つまり江戸より先に大阪が幕府公認となったわけで、全国に先駆けて一番早く、それも藩や幕府による事業ではなく民間による民間のための首刀所でございました。はあ、よかったよかった、これで金儲け主義の首刀所は淘汰されるぞ、よかったよかった。弘安がほっとしたのもつかの間、今度は長崎に停泊中の米艦ミシシッピー号の乗組員からコロリが出て大阪から江戸へ大流行いたします。8月中旬から約1ヶ月足らずで死者が1万人を超えてしまいました。この頃弘安は体調を崩し病み上がりではありましたが、1週間ほど不眠不休で3人のドイツ人医師の書いたコレラ治療法をまとめ上げ、コロリ治順と題して発表いたします。コロリの子というのは虎という字、ロというのは狼という字、リというのは下痢の痢でございます。お腹の中で狼と虎が暴れて下痢になっちゃうよ、こういう意味でございます。弘安は常にどんな漢字を当てれば人に分かりやすいか、それを考えた人でもございました。その内容は予防法から対処法、薬などの紹介で、これをいち早く印刷に回して医師仲間や全国の弟子たちに惜しげもなく配りました。コロリは翌年まで猛威を振るい、敵塾にも一人犠牲者が出てやっと収束いたしましたが、弘安自身もこの時軽いコレラにかかったと言われております。53歳、蘭学医としてのこれまでの功績が認められ、当時の医師の最高位である幕府の奥医師に任命され、江戸の西洋医学書の頭取を兼任するように申し渡されました。はあ、生来多病ゆえどうかと辞退し続けたのですが、どうしても聞き入れてもらえません。長崎に留学中の息子たちに宛てた手紙には、長く住み慣れた土地を離れるのは経済的にも苦しく、実に世に言うありがた迷惑ですが、しかし道のため子孫のため内陣の覚悟をして参りますと書き送っております。身辺整理をして8月5日いよいよ江戸に出発する日に読んだ歌、夜べぞと思いし者を何わがた、足の仮根となりにけるかな。何わの水辺に生える足のように一生大阪で暮らすつもりだったが仮住まいになってしまった。
8月21日江戸城に登場。時の将軍第14代徳川家茂公やご成婚なさったばかりの皇女和宮様、大奥には天璋院篤姫様もおられ、公安は方々を診察。その後みんながはしかにかかられたので、公安は徹夜で付きっきりの看病をいたします。この働きが認められて12月に宝元の位を授かりました。明けて3月やっと妻の八重と子供6人が江戸へ来て、再びにぎやかな生活が始まると喜んだのもつかの間、それからわずか3ヶ月後の6月10日お昼ご飯を済ませた後、少し昼寝をし、午後1時に起きて手紙を読んでおりましたが、突然咳が続きます。あなた苦しんでっか、大丈夫でっかと八重が背中をさすっておりますと、やがて口からも鼻からもブワーブワーっと血が吹き出して、拭っても拭っても止まりません。あんたしっかりしっかりしなはれ、あなた。公安はあっという間にこの世を去ってしまいます。享年54。この知らせを聞いて6キロの道のりを走ってきた福沢諭吉は、血だらけのまますでに事切れている師匠を前にして、メス、先日お会いした時はお元気だったではありませんか、これは夢ですよね、ねえ夢ですよね。やがて駆けつけた大村益次郎や大勢の門弟たちも号泣しておりましたが、誰からともなく十二箇条の大合唱が始まります。第一条、己を捨てて人を救わんことを恋願うべし、安逸を思わず名利を顧みず、ただ己を捨てて人を救わんことを願うべし。第二条、貴賤貧富を顧みることなかれ。日本の医学の発展のために蘭学書を翻訳出版し、往診をしながら630人余りの若き医師たちを適塾から世に送り出し、彼らに医は仁術の心を教え続けた緒方洪庵、手刀所も作り、天然痘の根絶に第一歩を記しました。ウイルスとの戦いは現代もなお続いております。洪庵の志は、新型コロナウイルスと戦い続けている医療従事者の皆様方のその心にしっかりと受け継がれております。それに心から感謝の気持ちを込めまして、緒方洪庵の一席はこれをもって読み終わりといたします。